この巣場。私のパンツ覗いておいて、なんでそっちが決めあげるの？あなたは見知らぬ異性に突然パンツを見せつけられたら悲鳴をあげないというのですか？年頃の娘さんがそれはどうかと。そんな状況にあったら叫ぶわよ。なんでギルドの入り口で寝ているんだ？私は床で瞑想をしていただけです。そこに突然パンツを見せつけてきたのはあなたでしょう。当たり前です。私のパンツがはしたない真似をしてごめんなさいと謝りなさい、エリカ。私のパンツがはしたない真似をして。待て、エリカ、謝るな。お前は今すごくバカなことを言わされようとしている。そうよ、なんで私が謝らなきゃいけないの？パンツ見たそっちが謝りなさいよ。なんと、なるほど、これがつつもたせ。私は確かに美人だけど、つつもたせじゃないわよ。やれやれ、仕方ありませんね。ではこれでお合子ということで。ちょ、言いたい。なんでいきなりパーツ見せつけられなきゃいけないのよ。先ほどあなたがやったことですが。よせ、エリカ、もう帰ろう。この人は関わってはいけない人だ。おい、ギルドの入り口で一体何を騒いでるんだ？プロデューサー、実はこのおじさんが。こちらの方に突然パンツを見せつけられた上に責任を取れと迫られまして。エリカ、お前。違うから、私そんなバカなことしたりしないもん。そうだよな、仮にも踊り子がそんなことするわけが。踊り子なんてパンツ見せてなんぼの商売でしょうね。謝れ、全ての踊り子に謝れ。それとパンツ見た責任取りなさいよ。一瞬おっさんに同意しかけたことは黙っておこう。まったく、責任取れだの謝れだの仕方ありませんね。ほら、これでもういいですか？私は謝れと言ったのに、なぜパンツを見せつけるんだ。絶対。ねえカズマ、この人何なの？知り合いなんでしょ？知らない人だよ。かあなたたちが謝罪を要求したのでしょう。だから私はお詫びとしてパンツを見せたのです。言ってみれば等価交換。私もパンツを見せてあげたのでお合子ですな。乙女のパンツとおじさんのパンツを一緒にするな。エリカ、ギルドでパンツパンツと叫ぶものではないぞ。お前も叫んでるぞと突っ込みたいが、もうちょっとこのまま叫ばせておこう。仕方ありませんね。ではここの食事をおごりますので、それでよしとしませんか？お、意外だな。もうちょっとわがまま言うかと思ったんだけど。実はここの冒険者たちと賭けをしまして、この二人のおかげでただ飯が食べられるのですよ。私たち二人のおかげで？それは一体どういう賭けなんだ？ええ、実は次にギルドに入ってきた女性冒険者に卑猥な言葉を叫ばせてみせるという。この巣場、この巣場、カズマ殿ではないですか。奇遇ですね。よかったらこれから一風呂どうですか？嫌だ。これがアクシズ京都への風評被害による弊害ですか。仕方ない、一人寂しく入るとします。なんで被害者面してるんだ。だっておっさんどっちもいけるんだろ。そういうのを差別する気はないけどさ。俺
昔キメラの姉ちゃんにケツにあれを押し付けられたことがあって、トラウマなんだよ。あれのあるキメラの姉ちゃんだなんて実にお得ではないですか。お前らのポジティブさはたまに見習った方がいい気もするな。うん、カズマさんじゃないですか。奇遇ですね。よかったらこれからゼスタさん。はい、ゼスタさんです。お久しぶりですね、ユンユンさん。相変わらず孤独で何より。孤独じゃないから。今だって偶然誰かに会わないかなって朝からずっと散歩してたらこうして会えたし。ユンユン、それはもう偶然とは言わないからな。ユンユンさんじゃないですか。奇遇ですね。よかったらこれから一風呂入りに行かない？行きましょう。お呼びじゃないですよ、ゼスタ様。どうしてこんなところにいるんですか？偶然を装って誰かに出会い、そのまま遊びに行くという知恵をユンユンさんから学んだもので。教えてない。私そんなこと教えてないから。しかしセシリーといい、ゼスタといい、アクシズ教徒は何でもありのやつが多いのか？カズマさん、それは違うわ。そう、あれはまだ私がピュアピュアな少女だった頃。天気が下った。ゼスタ様、いつもおかしいですが突然叫ぶとびっくりしますよ。おお、信徒セシリーよ。私は大変なことに気づいてしまった。これは宇宙の真理と言っていい。なんですって？多様性が叫ばれる今、我々は全性別を視野に入れるべきなのだ。ちょっと何言ってるのか分かりません。ふん、ならば分かりやすく説明しましょう。何時、性別にこだわらず人を愛してみなさい。さすればどこに行っても常にハーレム。真理。それで私はイケメンだけじゃなく美少女も愛することにしてみたの。そうしたら毎日が楽しいわ。私はそこからさらに範囲を広げ、年齢や種族の差も排除した結果、誰よりも人生を楽しんでます。お前らはいろんな人に謝るべきだぞ。おや、こんなところで珍しいメンバーですね。メグミン。あら、奇遇ね、メグミンさん。もしよろしければこれから一緒に。我々と共に一風呂どうです？嫌ですよ。お風呂なら家についてるのに外でお金をかける必要がありません。こいつはこいつで色気もへったくれもない回答だな。あのめぐみ、よかったらこれから一緒にご飯でも食べに行かない？嫌ですよ。家で作って食べた方がお金がかからないじゃないですか。お前は本当にバッサリだな。そうよね。ごめんね、急に誘ったりなんかして。それじゃあ私はこれで。ん？何を言っているのですか。一緒にご飯を食べるのでしょ。早く私たちの家に行きますよ。どうですか、カズマ殿、真理だとは思いませんか？尊い、とても尊いわ。見ててほっこりするのは認めるが、こいつらに同意はしたくない。ちなみに材料費は全額ユンユン持ちですよ。あい！この巣場